昨日畑の水揚げ、このエンジンポンプで、まあ、定期的に、ドラム缶とか風呂桶とかその辺に溜めて畑に使う水を溜めるんだけど、このエンジンポンプが調子が悪くてね、結構大変な思いをしました。で、チョークを引いていればエンジンはかかり続けているけど、チョークを、戻してしまうとエンジンがストールしてしまうという、そんな症状でした。ちょっとキャブレーターをねばらしてやってみます。エアクリー、エアクリー、これで指で塞いでやればエンジンがかかるんだよね。燃料が多分少ないんだと思うんだけど、吸い切らんで開けちゃうとエンジンがストールしちゃう。原チャリの2サイクルバイクの去る情報からすると、エアクリがスポンジ、これが入ってないと、燃料をの吸い込みが悪くなる。エアクリがないと抵抗がないからどんどん空気を吸っちゃうもんで調子が悪い。そんなこと聞いて、一応手持ちのスポンジでやってみました。これダメなのかな。でも前回やった時はもうスポンジが、劣化しちゃってベトベトになっちゃってて、それ外して、何にもフィルターなしでやったんだよね。まあそんな状況です。ちょっと素人だからね、バラしてみたいと思います。よし、この状態で一発かけてみる。お、初爆が来た。ちゃったね、こうなっちゃうんだよね。でフロートの燃料を抜いてと。古いから、オーノー、ここじゃダメなのね。これじゃないな、ここじゃないの。ここを抜いたら燃料はみんな漏れちゃう。ってことはこれか、これか、こうして、キャブレーターをバラしてみたよーと。フロート見てみたいな。外れないな。外れんじゃないの。スコット。外れました。お、なんかこの辺にゴミが詰まってるぞ。これでいけるか？もしかして。こんな感じでございますな。これはうまくいけば、このジェットが、メインジェットがゴミが詰まってる感じ。
汚れてるな、こん中も。あー、原因はこれだ。ゴミ集まってるね。なるほど。これで治りそう。ね、ゴシ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 、歯ブラシでゴシ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 。よし、このぐらいでいいにしましょう。そしてこれだ、ジェット、ジェッツ、ジェッツ。うん、手ごわい。あ、え、こんなに細い？52って書いてあるけど、どういうこっちゃ。これジェット穴詰まってんの見えるかな。 0.5 ミリぐらいなんだよね。なんか細い針金、なんかピアノ線みたいな、ちょっと探してやってみましょう。このピアノ線では太すぎました。この針を使ってようやく穴が貫通しました。よかった。安全ピン探しててもずっとなくて、この裁縫セットみたいなのがあったんで、これでやってみました。よし、これでいいかもね。よっしゃ、これで組んでいきましょう。フロートちゃんを仕込んで、でキャブを、よし、これで、よし、これでいいかな。よし、ちょっとこれでエンジンかけてみよう。コックひねってフロート室に燃料がたまるのを待ちます。結構詰まったな、ゴミが。よし、どうだ。おお、来た来た。来ましたね。よし、ちょっと開けてみよう。よし。
クリューを閉めて半周一周一周半が基本とか言いますが、ガス欠か？ガス欠っぽい？そんなこともないか。くれすぎか。一周にして、あかんねえ、どういうこっちゃ。何が悪いんだ。よし、役につけた。OK。よし。エンジンポンプ直りました。今回はね、メインジェットの詰まり。やっぱね、長年使ってきた汚れが溜まった感じ。まあこれでまたしばらく使えるので使っていきたいと思います。まあ簡単になってよかったです。それではまたお会いいたしましょう。いい音になりましたね。絶好調。